皆さんこんにちは、ソータイム生き物解説チャンネルです。このチャンネルでは恐竜、それから生き物、現代の動物など様々な生き物の情報を扱っていきます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこのチャンネルで紹介する学説などは諸説ございますので、そちらの方をご注意いただくようよろしくお願いします。さて今回はですね、リクエストでいただいたこちらの企画、生き物、こちらについてちょっと紹介していきます。こちらです。世界の恐竜研究の夜明けぜよ、19世紀に命名された恐竜たちということで、恐竜は実は19世紀から研究が始まっていったんで、イギリスで、恐竜研究というのが始まったんですね。ではどのような道のりで恐竜たちは命名されたのか、あとそのどのような恐竜が命名竜がいたのかっていうことをちょっと初期に研究された恐竜をピックアップしていきます。まずは恐竜、そもそも化石というのがどのように知られるようになっていたのかっていうのをちょっと紹介していきます。で大昔はですね、ファルコネリ像という像、小さい像の頭骨がサイクロプスという一つ目の巨人の頭の骨だと思われたりしていたんですが、大昔の人は結構化石というものを、当然大昔の生き物の死骸だと、分かる知る由もなかったんですね。しかしながら、17世紀のヨーロッパで氷漬けのマンモスの化石が見つかったのをきっかけに、永久凍土から、氷漬けのマンモスの化石が見つかったのをきっかけに、化石は太古の生物の死骸だという認識が広まりました。レオナルド・ダ・ヴィンチもその事実に気づいていたらしいです。レオナルド・ダ・ヴィンチというのは、モナリザを描いた人ですね。その人も学者だったんでその事実に気づいていたらしいですが、なかなか周りの周囲は得られなかった、周囲の理解は得られなかったと呼ばれています。18世紀頃のイギリスではメアリー・アニングという女性の化石ハンターがプレシオサウルスだったりディモルフォドンだったり、イギリスの古生物結構発掘していったんですね。またオランダのマーストヒトという、都市ではモササウルスの頭骨が発見され、それをめぐり戦争になるなど徐々に化石ブームが広がっていったんですね。そんな中1824年にですね、ウィリアム・バックグラウンドという生物学者がメガロサウルスを命名しました。これが初めての恐竜の記載となりました。翌年にはギデオン・マンテルが、イグアノドンを命名しました。その後リチャード・オーウェンがこれらの爬虫類は骨盤に穴が開いており異なる特徴を持っていたことから、ヒラエオサウルスも含め3種類を恐ろしいトカゲという意味のダイノサウリアという新たなグループにまとめました。その後1859年にチャールズ・ダーウィンが種の起源を出版しました。生き物は環境に適応したもののみが生き残るという説を発表したんですが、この説がですね、当時生き物は神様が作るものだという、説が主流だったため、皆さん反対していたんですね。リチャード・オーウェンすらも反対していたと言われていますが、その最中にですね、ドイツで恐竜と鳥類の狭間における生き物である始祖鳥アーケオプテリクスという、生き物が見つかったんですね。これが火に油を注ぐ事態と化し、イギリスのロンドン自然史博物館がこの始祖鳥の標本を激安価格で買い取ることにまでなってしまうんですね。この始祖鳥の激安価格で買い取ってもらった標本は現在ロンドン標本として知られています。というように紆余曲折あったんですね。ではその恐竜解説ですね。でだからイギリスだから結構化石というのは、当時はなかなか信じられない存在だったと言われています。それではここからは、恐竜を紹介していきます。まずはメガロサウルスですね。メガロサウルスは全長およそ9メートルの肉食恐竜でジュラ紀中期に生息していました。発見された場所はイギリス のオックスフォード社という、場所で見つかったと言われています。メガロサウルスは当時、命名された当時ですね、オオトカゲのような復元で描かれていたと言われています。あまり化石が見つかっておらず、下顎しか見つかってないんですね。
そのため全身骨格も非常に少ないです。で、まあこのメガロサウルスが、まあ、正式に記載された最初の恐竜というふうになっています。で、まあ、メガロサウルスは、まあ、生態的な特徴をしますと、走るのが非常に速く、テタヌラ類と呼ばれる、まあ、ティラノサウルスやアロサウルスなどの、まあ、祖先に当たると言われていたんですね。言われています。だからその獣脚類の進化型の獣脚類の基礎を作ったと言われているのがこのメガロサウルスと言われております。で、メガロサウルスのメガロサウルスはですね、ちょっと残念なエピソードというのがありまして、なんとですね、当時のメガロサウルスの、膝の関節部分にあった二股が巨人の睾丸だと思われていたんですよね。なので、まあそういう、まあちょっと残念な話もある恐竜なんですよね。続いてはイグアノドンです。全長およそ9メートルから10メートルに達し、まあ初期に命名された恐竜の中では最も有名と言われていますね。で、イグアノドンはですね、最初カバのような大型哺乳類のものだと、まあ、歯が見つかって思われていたんですが、ギデオン・マンテルがこれを形態から巨大なイグアナのような動物と見なし、イグアナの歯という意味のイグアノドンという名前がついたと言われています。で、まあ、イグアノドンの当時の復元図なんですが、サイのような巨大な角がついていたんですが、現在では親指の爪にある当たる部分が、当時の復元図ではサイの角のように描かれていたと言われています。この巨大な爪はですね、食べ物を手繰り寄せたり天敵への攻撃に使われていたと言われています。イグアノドンは、まあ、イギリスだけでなくベルギーやスペインなどからも化石が見つかっています。ジュラシックワールド新たなる支配者にも登場すると言われている恐竜ですね。続いてはヒラエオサウルスです。ヒラエオサウルスは全長およそ7メートルの鎧竜の仲間で、発見された場所がですね、場所がイギリスウェストサセックスと呼ばれる場所から発見されています。ヒラエオサウルスも当時は肩に巨大なトゲがついているトカゲのような姿で描かれているんですが、ご覧の通り、まあ、鎧竜であったことが分かっています。ヒラエオサウルスも実はわずかな化石しか見つかっておらず、詳しいことはまだ分かっていないので、まあ今後研究で全身骨格が組み立てられるのではないかと期待されている恐竜です。で、ヒラエオサウルスはですね、植物食の恐竜で、まあおとなしい種類の恐竜なんですよね。近くからイグアノドンの化石が見つかっています。このイグアノドンの化石というのが、まあ、先ほど申し上げました、イグアノドンの名前の由来となった化石となっている歯が見つかった場所なんですね。だからウェストサセックスというのは非常に恐竜研究において重要な場所になります。最後がケティオサウルスという恐竜です。ケティオサウルスは全長およそ10メートルの竜脚類の恐竜で、見つかった場所はイギリスオックスフォード社、先ほどのメガロサウルスと同じ場所で見つかっています。植物食の恐竜で、まあ、当時は海生爬虫類、つまりモササウルスに近いものではないかと言われていましたが、近年の研究により、まあ、竜脚類だということが分かったんですね。だからケティオサウルスというのは名前にクジラトカゲという意味になっているんですが、まあ、それがまあですが、まあ、このような、まあ、当初海生爬虫類のものと思われたためクジラの名が使われているということになっているんですね。で、まあケティオサウルス、植物食の恐竜で竜脚類の本当に基盤的な存在だったと言われています。ということで今回は、初期の恐竜の解説、初期の恐竜研究についてお話ししてきました。イグアノドン以外はね、どれもまだあまり研究が進んでおらず、まだまだこれからの研究に期待がかかるところです。この動画を見てですね、恐竜の
初期の恐竜研究についてもっと見てみたいよって方は、イギリス恐竜図鑑という地球ドラマチックへ特集が組まれた素晴らしい映像作品がありますので、ぜひそちらを見てみることをお勧めします。ということで、今回は初期の恐竜研究、恐竜研究黎明期組についてのお話でした。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。また私ソータイムですね、 Twitter、Instagram、Pixiv、LINE のオープンチャットもやっておりますので、そちらも確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。